ジョージ・オプダイクは、アメリカの商人、政治家。ハンタードン軍、キングウッド・タウンシップで生まれた。1820年代には、クリーブランドやニューオーリンズに住んでいた。オプダイクの墓共和党に入党し、反土冷静の立場を取った。1848年に、バッファロー自由土地等大会代表、決議委員を務めた。同党ニュージャージー州選出のアメリカ合衆国議会。 候補者でもあった。1859年にニューヨーク州議会議員を務め、1860年共和党全国大会ではエイブラハムリンカーンの指名で役割を果たした。ニューヨーク市長として南北戦争のための軍隊を募集し、1663年にニューヨーク長兵暴動が発生した。地域で最大の医療品の製造販売会社の経営者であった。 1880年にニューヨークで死亡し、ニュージャージー州ニューアークのマウントプレザント墓地に埋葬された。ムーニー、ジェームズ・イー・ジョージオプライク、エンサイクロペディア・オブ・ニューヨーク・シティ、アクセスト・メイ29-2013。ありがとうございます。